カトリーナとザ・ウェーブズは、イギリスのロックバンド。1985年のヒット曲、ウォーキング、オンサン・シャインや、ユーロビチョン・ソング・コンテスト1997、優勝曲、ラブ、シャイン・アライトで知られる。このバンドは、イングランド・ケンブリッジで1975年から1977年に、かけて活動したザ・ウェーブズが、前身の一つで、 ギタリストのキンバリー・リュウとドラマーのアレックス・クーパーが所属していた。しかし、レコードを出す前にリュウがソフトボーイズというバンドに加わったため解散した。もう一つの前身は1978年に結成されてイングランドノーフォークで活動していたポップカバーバンドのママーズ・クッキンでアメリカ人のカトリーナ・レスカニックがボーカルとキーボードを担当し、 そのボーイフレンドのビンス・デラ・クルーズがボーカルとリードギターを担当していた。1980年後半にはアレックス・クーパーがドラムス担当として、ボブ・ジャキンスがベース担当として加わった。ママーズ・クッキンは、ハートやホリナー、リンダ・ロンシュタットやダブル・ゼータ・トップなどのアメリカのバンドの曲のカバーを専門に2年間ほど活動していた。 1981年にソフトボーイズが解散すると、リュウはザ・ウェーブズ時代にパートナーだったクーパーに連絡した。その際、クーパーはリュウをママーズ・クッキーにへ勧誘し、バンドの名前をザ・ウェーブズに戻した。リュウが加わる前までは、バンドのレパートリーはカバー曲しかなかったが、リュウがオリジナル曲を書いたことで、レスカニックがそれらの曲を歌うように変わっていった。 ザ・ウェーブズの最初のレコードは1982年のシングルナイトメア、ヘイ、ウォーピックでリュウのソロアルバムザ・バイブル・オブ・バップに収録された。ザ・ウェーブズは1982年後半にデビュー e p ショック・ホラーを発表した。その頃、ジャキンスがバンドを脱退したがメンバー補充はせず、デラ・クルーズがベース担当に代わり、バンド名をカトリーナとザ・ウェーブズに変更した。 1983年前半に録音された LP は、リュウが全部の曲を書いていて、うち8曲をデスカニックが歌っている。様々なレコード会社に、この LP の売り込みをかけたが、唯一カナダのアティックレコーズのみが反応したため、カトリーナとザ・ウェーブズは、イングランドのバンドでありながら、デビューアルバム、ウォーキング、オンサン・シャインは、カナダでのみ発売されることとなった。 このアルバムはタイトル曲のエアプレイヒットもあってカナダでツアーを行うのに値する十分なヒットとなった。1984年には次のアルバムカトリーナとザ・ウェーブズニを発表した。このアルバムではレスカニックが全曲のボーカルを務め、リュウがメインのソングライターではあったがヒット曲メキシコを含む数曲の作曲をデラ・クルーズンも担当している。 1984年には彼らの曲 Going Down to Riverpool はアメリカのバンドバングルスにカバーされた。このことは彼らの経歴を増すことになった。グループは多くのツアーを行い人気が高まっていった。そして1985年には世界的なメジャーレーベルであるキャピトルレコードと契約した。1985年に キャピトルから発表した最初のアルバムはカナダ時代に発表したものから10曲を選抜して再録音したものだった。このアルバムカトリーナとザ・ウェーブズは非常に大きな商業的な成功を収めた。収録曲ウォーキング・オンサンシャインは全米シングルチャートで9位、全英シングルチャートで8位を記録した。そしてグラミー賞の最優秀新人賞に ノミネートされたことも、このアルバムの売り上げを伸ばす一員となった。このアルバムからの2枚目のシングル、The You Want to Crying も、全米シングルチャートでトップ40、入りするヒットとなった。しかし、次に発表したアルバム、Waves は、商業的な成功を収めることができなかった。このアルバムの収録曲全10曲のうち、リュウが作曲したのはわずか2曲。 残りの4曲ずつをデラ・クルーズとレスカニックが作曲している。後にドラマーのクーパーがインタビューで次のように発言している。今まで音楽的に貢献していたキンバリーから我々が引き継ぎ始めた。それは間違いだった。キャピトルから出した2枚目のアルバムはひどかった。このアルバムは Is That It? とサンストリートという小ヒットのシングル曲を含んだが、 アルバムの売り上げが期待を裏切ることとなり、キャピトルレコードはバンドとの契約を打ち切った。バンドは1989年に SBK レコードから今までよりロック志向が強いアルバム、ブレイク・オブ・ハートを発表した。このアルバムにはシングル、ザ・ツ・ザ・ウェイが全米16位を記録するヒットとなったが、他のシングルはチャート入りすることすらできなかった。そしてバンドは再び、 契約しているレーベルから契約を打ち切られた。1990年代、カトリーナとザ・ウェーブズは多くのレコーディングを行い、それらはヨーロッパやカナダでのみ購入可能だった。全米、全英でチャート入りするシングルを発表しなかった。1990年には朝日のない街をエリック・バードンと共演し、テレビドラマシリーズチャイナビーチの主題歌となった。 1990年代後半、カトリーナとザ・ウェーブズは再びスポットライトを受けることとなる。それは、イギリスで1997年5月3日に開催されたユーロビジョンソングコンテスト1997で、バンドはラブ・シャイン・アライト・デニーのアイルランド代表から70ポイントも差をつけて優勝した。ラブ・シャイン・アライトはイギリスでは大きなヒットとなり、 前衛シングルチャートで3位を記録した。彼らの復帰はイギリスで注目を浴びたが、カトリーナとザ・ウェーブズは、ラブ・シャイン・ア・ライトの後に続くヒットを続けることができなかった。バンド内での意見の相違を理由に、1998年にレスカニックはバンドを脱退した。法的論争が発生し、レスカニックはバンド名をそのまま使用し続けることを防いだ。バンドは、 カトリーナに改名するが、結局3人の残りのメンバーは1999年にバンドを解散した。2005年にハリケーンカトリーナがアメリカメキシコ湾岸を壊滅させたとき、MSNBC のニュース番組では写楽でカトリーナとザ・ウェブズと報道した。バンドの名前は多くの見出しやブログ投稿に出現した。そのとき、 ニューヨークタイムズの記者はカトリーナレスカニックにインタビューを行っている。新聞を開いた時カトリーナが9人殺害したというのを見ました。それはショックでした。ウォーキングオンサン社員となれば良いのですが、私は悲しみがタイトルに含まれることは嫌いです。その方向を変えるため自分でしなければなりません。2010年にウォーキングオンサン社員発表を25周年として、 一連のバックカタログとトラックの再録音されたバージョンが発売された。2010年3月にはキンバリー・リュのソロ曲がバンドのウェブサイトで無料ダウンロードが可能となった。そして2010年7月にはカトリーナ・レスカニックがアルバムザ・ライブ・アルバムを発表し、このアルバムはロンドンやドイツで録音されたカトリーナとザ・ウェーブズ時代のヒット曲や新曲が収録された。 2011年6月、バンドの曲を選挙活動に使用していたアメリカ大統領候補、ミシェル・バックマンに対して、バンドは法的措置をほのめかした。レスカニックは、彼女の政治観に同意していないので、共和党員がトラックを使用するのを禁止したいと述べた。2013年7月、スペインのサンフェルミン祭で演奏するため、カトリーナとザ・ウェブズを再結成した。ありがとうございます。